こちらユルス、どうかしたか。輸送部隊の一つがブロークングラスに戻ってきていない。途中で容易に襲われた可能性があるな。了解した、すぐ救援に向かう。聞いての通りだ。この状況で駅の警備を手薄にするわけにもいかない。俺が様子を見に行って必要であれば応援を要請する。待て、用意の軍勢は手強いぞ。様子見どころか食われるかもな。お前、勝てる自信はあるのか。どんな奴が相手であろうと、同胞、ここで過ごす仲間をもう失わせはしない。それなら私が行こう。お前が死んだらパンの借りが返せない。ダメだ、そこまでお前を巻き込むつもりはない。危険だからこそ俺が行く。用意の相手は私の方が慣れている。お前が行くよりも確実だ。それとも私なしではこの拠点を守り抜く自信がないのか。まずいと思ったらすぐに引いてこい。それだけは約束だ。何なんだよこいつら。お前たちはキャンプへ戻れ。え、ありがとう。どうかお気をつけて。お前、我らの同類だが、なぜ邪魔する。そうか、お前契約してる。エーテルを恵んでもらい、魂を売ってね。ああ、パンをもらった。魂を売った覚えはないがな。くそ。あんな奴まで来てるとは。どれだけでかい門が開いたんだ。この辺りが限界か。これじゃ同じだ、あの時と。そう、あれは世界にまだ光が差していた頃。
メモリア戦争で戦っていた時だ。死にたくなければそこをどけ。俺たちはこの先の村に用があるんだ。まあ酒と女を奪ったら残りは闇に落としちまうけどな。お前たちを通すわけにはいかない。だったら止めてみろ。青二歳が俺たち全員を相手取れるものならな。邪魔者は排除したし、お楽しみといくか。結局、また同じことの繰り返しだ。どうすればよかったんだろうな、私は。あっちはある程度片付いたから、ヤシトラたちに任せてきたわ。立てるかい？
ああ、わかった。熱い。胸の奥が。私は行くぞ。この衝動のままに。お前たち、よくここが分かったな。ユルスから通信を受けてね。できれば応援に向かってほしいと頼まれたんだ。とても心配している様子だったよ。いや、それを言うなら私こそ。まあいいわ。とにかくテリトゥーム駅の様子も見に戻らないと。ゼロはまだ動ける？ああ、ゼロ、大丈夫か？なんとかな。この様子だとこちらに用意は現れなかったか。ああ、おかげさまで負傷者はなしだ。何のつもりだ。安心しろ、また貸しにしたいわけじゃない。パン一つの対価をもらいすぎたからな。